タチアナ・レベデワは、ロシアの陸上競技選手である。2004年アテネオリンピック女子総幅飛びの金メダリストである。速い助走ながら、ファウルが少なく、踏切板を正確に踏切る技術を持ち合わせており、踏切の魔術師とも言われる。2009年スーパー陸上にて2009年世界陸上競技選手権にて、オリンピックでの金メダル獲得こそないものの、レベデワは、 むしろ三段飛べの方を得意としている。こちらでは2000年、2004年、2008年のオリンピックで3大会続けてメダルを獲得している。2001年、世界選手権の三段飛べで優勝すると、翌年の出産を経て、2003年の世界選手権では、フランソワーズ無番ごとの一気打ちを制して、大会に連覇を達成した。2004年からは、 総幅跳びにも参加するようになった。同年の世界室内選手権では、いきなり総幅跳びと三段跳べで優勝した。これは、世界的な大会では、1904年セントルイスオリンピックにおいて、マイヤー・プリンスタインが達成して、以来、実に100年振りの快挙であった。2005年の世界選手権では、怪我のために決勝を棄権したが、IAF ゴールデンリーグでは、 出場選手唯一のジャックポットで100万ドルを獲得した。2007年の世界選手権では、総幅飛びで、出場選手中ただ一人7メートルを超える跳躍で優勝。3段飛べとの2冠を目指したが、ヤルヘリスサビヌが15メートル28という、世界歴代6位の記録をマークし、2冠を逃した。2008年には、3段飛べで、 オリンピック初制覇を目指したが、前回チャンピオンのフランソワーズム番号が、3級明けとは思えぬ跳躍を見せ、オリンピック新記録で優勝。なお、2位のレベレワ自身も15メートル32という、好記録であった。また、連覇を目指した、総幅跳びでは1センチメートル差で敗れ、こちらも、銀メダルであった。ただし、この際の検体から、 筋肉増強の効果があるトリナボルが検出されたとして2017年1月に北京での記録が取り消され銀メダル2つは剥奪処分となっている。三段跳飛べでは15メートル以上の跳躍を2008年までの間に28回記録しており女子選手史上最多である。ありがとうございます。